どうもこんにちは松本です今回はですね新型コロナウイルス対策に関するガイドラインっていうものが農林水産省から出ていますのでそちらをご紹介したいなと思いますまあいくつか出ているんですけどもその中でも農業関係者の皆様へっていうことで書かれたものがありますので今回そちらを ご紹介したいなと思うんですけれどもあのー、先にお断りしておくと私は専門家ではなく素人ですので、うん、むやみにその個人的な意見であるとか考察みたいなものをあの発信してしまうと、うん、情報がまあ混乱するというか間違った情報を流してしまう可能性がありますので、うん、もう今回は間違いのないようにそのガイドライン PR 版というものを印刷した上でこちらを。 まあ見ながらお伝えしたいなと思いますし、あの本当に個人的な意見はなるべく差し挟まないようにこちらに書かれていることをほぼ中心にというかこれ以外のことはなるべく喋らないようにしてお伝えしていきたいなと思います。このガイドラインについては農林水産省のホームページに行くと見ることができますので、あの概要欄の方にリンク貼っておきます。あのご自身で確認した方がまあ間違いがないと思いますので、またあの後で見ていただくといいかなと思うんですけれども。 何が書いてあるのかっていうことについては大きく4つ書かれています一つは予防対策の徹底感染する前の段階の話ですねが1つ書かれてますで実際その感染してしまった場合2番目として患者発生時の患者で濃厚接触者への対応 について書かれています。で、三つ目として、じゃあその実際にその生産現場、農業者ですから、農業者向けの情報ですので、生産現場において、もしくはその収穫、出荷場、 の、その、いわゆる生産施設に関して、うん、消毒の実施をどのように行うかということが三つ目に書かれていて、四つ目として、業務の継続ということで、その、生産そのもの、出荷そのものを続けていいのかダメなのかということについても触れられています。で、この四つを簡単にですけども、ご紹介していきたいなと思います。うん でですね、まず一つ目として予防対策の徹底ということで、これはまあ一般的にうん、情報としてメディアが流しているものとほぼ同じですので、その、いわゆるマスクをちゃんとしてくださいであるとか、手洗いとか、消毒をしっかりしてくださいとか、まあそういったことですし、その三つの密っていうことで、うん密閉空間、 とか密集空間、あとは密接場面っていうものを気をつけてくださいよって、この三つが重なるところにはなるべくいかないようにっていうようなこと、まあ、本当に基本的なことについて一つ目として挙げられていますので、まあ、ここで改めてっていうことではないんですけども、確認のためには一つご覧になるといいかなっていう感じなんですね。二つ目として、じゃあ実際に患者が発生した 場合自分もしくは家族で従業員などがそのコロナウイルスに感染してしまった場合じゃあどうするかっていう話について2つ目として書かれています。でこれについてはですねその 37.5度以上の熱が4日以上続いたら、これはちょっと疑った方がいいんじゃないかと,ということで、医者にかかるとか、保健所に連絡するっていうようなことが言われているんですけれども、じゃあ、その、実際に感染してますねっていうことが、陽性ですねっていうことが分かった場合、その本人はもちろん、その、隔離されたりとかするわけですけれども、その人との濃厚接触者、 感染の疑いがあるっていう方についても、14日間の自宅待機っていうことが、うん、定められてますので、その辺について、まあ、健康観察とともに濃厚接触者の方も、うん、他の人と接点を持たないようにっていうことで隔離されますので、その辺についても詳しく書かれています。まあ基本的には、その自分自身で判断しないで、医療機関であるとか保健所の判断、 指示に従ってくださいよっていう話なんですね。で、3つ目、4つ目、この項目についてが、いわゆる農業者向けに書かれている、まあ、主要な部分になってくるんですけれども、その、生産施設等の消毒の実施っていうことで、いろいろと書かれてます。まあ、ここも基本的には保健所の指示に従ってくださいっていうことなんですけれども、一般的な衛生管理がしっかりと実施されているんであれば、 うん、もし感染者が発生した場合であってもその出荷を止めなくててもいいですよっていうこととがしっかりと明記されていますこれはですね、うん、これまでに食品を介して感染者が、まあ、その他の方に移してしまったっていう例広がったっていう例が今まで事例としてありませんのでそこは安心してくださいよっていうことなんですね。 ですので、その出荷を停止するであるとか、農産物を廃棄するっていうような、そういう対応をする必要はなくて、もちろんその感染者が出た場合、施設の消毒はしっかりと行います。それも保健所の指示に従ってっていうことですけども、消毒をしっかりと行った上であれば、また業務を再開してもいいですよっていう話なので、この辺はまあ安心していただけるといいかなっていうふうには思います。 そして4つ目なんですけれども業務の継続っていうことでもしその農場主であるとかその従業員スタッフなどが感染してしまった場合濃厚接触者ですっていうふうに認定確定してしまった場合はその方たちは当然農作業を続けることができませんのでじゃあ実際に業務を継続していくためにはどうしたらいいかっていうことについては。 その連携できる体制を整えてくださいよ対応できるようにあらかじめ準備をしてくださいよっていうことがいろいろと書かれてますその連携体制っていうものがその JA であれば生産部会 っていうグループであったり農業法人の中であればまあグループとしていろいろと対応してくださいよっていうことだったり集落営農みたいなその集まっている人たちで一部が欠けてしまっても他の人たちでフォローできるようにそのフォローの仕方についてはあらかじめしっかりと対応策を検討しておいてくださいよっていうことが書かれてるんですね。ただまあ あまり個人的な意見を言ってしまうと駄目ですけどもこの辺についてもそのじゃあ検討しますって言って人が集まって。 っていうのは、これはまあ現実的ではないですし、避けるべきことですので、その辺の対応の仕方、検討の仕方については、またあの市町村などと相談しながら決めていかなきゃいけないかなっていう感じだと思います。というわけで、まあいろいろと大変な時期ではありますけれども、その SNS の中ではやっぱりいろんな情報が飛び交っていて、どれが正しい情報なのかっていうことが非常にその判断しづらくなって、 ていますので、うん、公的な機関からの情報、農林水産省からの情報をまずは信じていただいた上で、うん、冷静に対処して、なんとかこの大変な時期を乗り切っていければいいかなっていうふうに思いますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。